せが美味しい企画ですね、これは。フレンチにパンダのぬいぐるみがいっぱいあるんだけど、だからごめん、ちょっともう今日帰るわ、本当に。うん、キュンときたっしょ、めちゃめちゃ意外なこと言葉すぎて、ちょっと待って、流行る、第1位はトンコツ、今日もピエンしてますか、恋のホソリーチャンネル、略してホソロジ。今回は初めてのお店に行きます。はい、ということで今回のお店はこちら、ポレポレのリオさんですね。ホソロジではね、登竜門と言っても過言ではない初回接客、そしてバックハグをしていただきたいと思います。やった、私が美味しい企画ですね、これは。ありがとうございます。このお店最近新しくできたばっかりなんですけれども、内装もすごく豪華ということで行ってみたいと思います。いらっしゃいませ、失礼します。どうも、初めまして、ケーキと言います。どうも、失礼します。はい、めちゃめちゃビシッとされてます。あ、そうですね、清楚系なんで。あ、お酒は普段じゃ何に頼まれるんですか。何でも好きなんですけど、まあビール日本酒ワインって答えるようにおーしてるかなっていう。緊張するのは久しぶりに飲んだことありますから。いやいやいや、はい、話してるです、それは。はい、いただきます。お休み普段何されてるんですか。あ、あれだ、新宿御苑に行ってる。新宿御苑の年パスを持ってて。ガチで。私最近新宿御苑にめちゃめちゃ行きたくて、でも時間ないのちょっとなくて、なんだっけ、映画のあそこの新海誠かなんかかなの、多分それのやつが新宿御苑が舞台で、やっぱいいです。めちゃめちゃいい、やっぱり自然好きだし、俺の人生の目標ってなんか幸せな家庭を作ること。じゃあ行きたい。そう、ああいうところに行くとカップルだったり家族だったりがすげえ幸せにいるから仕事頑張ろうって思えるし、一人で行っても。あ、葵ちゃんも俺の人生の目標の一つになってくれたね。私もこういう話だったね。そう、本当に幸せに家庭のね、一つになってくれたね。嬉しい。めちゃめちゃいいから。バックハグ選手権っていうのやってまして、はいはいはい、それ申し訳ないんですけど、バックハグしていただいて胸キュンの一言をいただいていいですか。あ、わかりました、なるほど。ごめん、あのね、今日ちょっとこれからなんかちょっと他の店行かなきゃいけなくて。え、本端的な人がいいのじゃん、これ。そうだね、一応だからごめん、ちょっともう今日帰るわ、本当に。うん、ありがとう。え、ちょっと待って、俺と共依存しようよ。はい、ありがとうございます。なんか意外な言葉すぎて、ちょっとなんで自分で言ってるんだよ。恥ずかしいよね。いや、恥ずかしいよ。でも一発だった、一発だった。本当にありがとうございます、お話していただいて、すいません、本当に。はじめまして。はじめまして。シンシンって言います。お願いします。よろしくお願いします。パンダだ、かわいい。あ、パンダです。あ、そっから撮ったんですか。はい、そうですね、そっから撮りました。かわいいグラスも。あ、ちょっとグラスもね、パンダのグラスになってて。え、すごい。これ、特注ですか。あ、これ、上野動物園で買ってきた。シンシンの。シンシンの、はい。なんて呼ばれるんですか、シンシンは。シンシンだったり、シンカだったり、シンちゃんだったり、パンダだったり。パンダだったり。なるほどね。オセロだったり。オセロ白黒なんで。あ、なるほどね。覚えやすい。でもこれはめちゃめちゃ覚えやすい。嬉しいし、それは服も服それは絶好な方がいいよ。嬉しいし、それは。なんかもし指名するとしたらどんなところがポイントですか。僕は水泳全国大会7位だったんですけど。え、すごい。もしなんか津波とか来て溺れた時に僕助けますね、うん、え、でも私結構体重が重いんですけど、いけます。僕が助けなくても浮き輪みたいな感じでちょっと。いや、意外と沈むんだよ。沈む、あー、したら僕大丈夫。水泳全国7位なんで大丈夫。すごい。あと僕太鼓の達人が得意で、太鼓の達人の紅の鬼フルコンできるんですよ。鬼できる。鬼フルコンできるんで一緒にゲーセン行こう。一緒にゲーセンできます。同伴、太鼓の達人同伴。初めて言われた。この距離感で言うの申し訳ないんですけど、バックハグ選手権っていうのを開催してます。あー、なるほどなるほど。これで奥義を選んでると言っても過言ではないんです。うんうん、ちょっとホスロジの登竜門なんですけど、うんうん、よろしいですか、バックハグしていただいて。バックハグ、はい、やった。大丈夫です。上野動物園でパンダを見てる時のバックハグして一言で、うん、OK いいですか。いいよ。見て見て、パンダめっちゃ可愛くない。あ、ね、可愛いね。めっちゃ可愛い。でもさ、葵、なんかオレンジにパンダのぬいぐるみがいっぱいあるんだけど、その一つの葵パンダになってくれない。可愛い。ちょっと近い。はい、はい、はい、友達からが近くなります。ありがとうございます。完璧でした。パンダになります。はい、失礼します。千秋です。よろしくお願いします。お願いします。え、可愛い。可愛いっしょ。めっちゃ可愛い。そう、金髪だったよ。あ、でも今似合ってるよ。本当に。うん、そう、髪色いい。え、ちょっと似てない。そう、合わせてきた。めっちゃ嘘でした。それは嘘。めっちゃ嘘。僕もご一緒いただいていいですか。いいですか。いただきます。え、でも
も可愛い。ありがとうってよく言われますよ。言われる。あの、あ、そうなんですよ。可愛いじゃないですか。言うて。全然言われることないよ、こいて。ちょっと手触れちゃうんですね。僕あの、いや、緊張もあるんですけど、僕あの、女の子と話すのでやっぱり緊張したんで。僕、キョイツ嫌いで、いや、今言うと、言うちゃうんですよ。震えて、たくさん入れちゃうんですよ。アイスいらないの？アイスいらないっすよ、僕。え、常温で飲めるタイプ？近くカビなんで。いただきます。近くカビ。いただきます。え、ホースどうやってどれぐらいなの？9ヶ月ぐらいですかね、今。あ、そうなの？まだ1年。私なんかバイトやって、1年ぐらいは続けたいですね。頑張って。頑張って。頑張って。それは続くじゃん。楽しいでしょ。あ、まあ楽しいっすね、やっぱり。これ、可愛く喋れるんで。おー、甘いこともね、ちょっと言えてね。冗談ですけど。おい、じゃあ甘いことも知りとりしよう。甘いことも知りとり。これ甘い言葉じゃなかったら、ちょっと一回酒作ろう。あ、グイ。私、これ私の、まず、独断の偏見だし、そっちも偏見していいから。あ、それで飲む。負けたら。赤から。赤から。スタート。あ、なるほどね。赤からスタート。スタート。会いたいんだけど、今日いい？どう？かわいい？あー、いいわ。ちょっとキュンとした。キュンとした？オッケー、ちょっとした、こっち。いい、いい、いい。いいね。いっぱい一緒に行ってやれよ。どこに？グイ、グイ、グイ。グイ！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 よし、ちなみに、どこに？バリアンとか。あー、そっち系。あ、そっち系なんだ、やっぱり僕。そっち系だろ！意外なんだ。あ、そうなんだ。絶対行かないやん。絶対行く。めっちゃ行く。めっちゃ行くよ。めっちゃ行くよ。めっちゃ行くよ。くない。バックハグ選手権っていうのやってて。バックハグ選手権ちょっと、得意じゃない多分。あー、僕めっちゃ得意。もうみんなにやるんだ、やっぱり。お客さん。みんなに。初回戦。よくない、よくないですか？あ、わかりました。じゃあ、いいですか？え、見て見て、これのさ、なんかこの猫超可愛くない？すごい。可愛いでしょ？聞いて。何？ちょっと大事な話あるんだけどさ。何？すごい。パチンコ行きたいから1万貸してくれ。はい。どう？どう？キュンときたっしょ？めちゃめちゃ。大事な話からの、これは何？バックハグしたから1万よこせってこと？あ、そう。あの、料金。料金。あの、はじめまして、綾瀬はるかと申します。お願いします。爽やか。めっちゃ爽やか。あんま言われないけどね。言われない？言われない。本当に結構ゴミっぽいって言われる。女を結構前に撮ってそんな顔してるってこと？いや、なんか普通に初対面結構なんか目いっちゃってないとか、結構なんかヤバいやつ扱いされるけど。ヤバいやつな空気感はちょっとある。だよね。でもマストクラブってさ、やっぱ非日常求めしてるみたいな。あ、まあそうね。あんまりなんか真人間についてもさ、あー、なるほど、そういう見方もあるから。なんかあれですね、なんかお金の匂いします。お金の匂いするんですか？本当に、結構よく匂ってくる。結構よく匂ってくる。え、そういうのどうやってわかるの？ホストも5年くらいやってるんで、結構嗅ぎ分けれるんですよ。お金の匂い。お金の匂いが。あ、なんかね、やっぱ YouTube とかすごいなんか儲かってそうだなって。目に入れてるもんでます、そこからだと。はいはいはい。まあ、あの変な話で初回できた子がこの子お金持ってなんとか、どこら辺で見分けらっしゃるんですか？どこら辺？なんか清潔感とか、あとまあ持ち物とか、所作とかでも結構わかるかも。へぇー。飲み方汚いやつとかやったらもういらねえわって思っちゃって。はっきり言いますね。結構はっきりしてる、普通に。すごい。なんか普通ホストさんって何に関してもこう優しくするイメージだから、うん、じゃあちょっとなんかまあ詳しくないなって思うか来たらつかない？呼ばれたらつくかなみたいな。おお、すごい。そう、調子乗ってる。今ちょっと撮影じゃないですけど普通に全部つくっす。緊張してますよね。いや、してない、してない。してない。ちょっとお酒してた。絶対緊張するやん。さっきまで一斉どこ行ったの？一番偉いんですよね、この店の。あ、まあ一応なんかプレイヤーの中では一番偉い。僕が代表やらせていただいてるんで、まあ一応そのナンバー入ってる中では一番偉いからですね。そうですよね。何っすね。ちょっと待って。どういうキャラで行こうか今熱唱してるでしょ。いや、バレた。全部カットで。いや、ここ使ってください。最初からやり直してください。俺様キャラで行ったけどどうしようみたいな思ってるでしょ今。今どうしようと思ってる。じゃあ俺様で行こうか。顔が無理って言ってるよ。あ、間違いよ。って、絶対言わないでしょ、今。いや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 、言ったことある、言ったことある、言ったことある、言ったことないでしょ。それは聞いたことない。これから回ってる、ちょっと待って。適正行こうか。一回飲んでも、一回飲んでもか。今日ありがとう、デートめっちゃ楽しかった。こちらこそありがとう。俺もめっちゃ楽しかったし、てかなんか青いているのすごい居心地よくて、なんか出会ったばっかりな感じしないし、なんか一緒にいてめっちゃ落ち着く。ほんと？え、嬉しい。あ、でもちょっと今日もう帰んなきゃ。じゃあまたね、ありがとう。え、まだ行かないで。何？
まだ離れたくない。もうちょっと一緒にいろよ。はい、ありがとうございます。はい、話してください。ありがとうございました。お客様、ありがとうございます。ありがとうございました。大丈夫、すいません、やらせて。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ということで、何を基準にしていいか分かんなかったんですけど、動画的に動画的に何が分かったか、一番大事な、じゃあちょっと目つぶって手出していただいて、じゃあ今回の初回流行る第1位は俺と共依存しようよ。ああいうパンダになってくれない？パチンコ行きたいから1万貸してくれ。もうちょっと一緒にいろよ。聞きたいでしょ。聞きたい、聞きたいでしょ。トータルして一番まともに見えたから。これだ、初めての撮影でもうカメラがあるとこだからめっちゃ緊張してた。間違いない。もう裏言っちゃうと一番スムーズだった。あー、消去崩壊。だって選ばざるを得なかったじゃん。撮影の撮り方的に圭一君たち男としては俺らの方が良かったみたいな。いい、いい、そういうのない、そういうのない、全然分かんない。シチュエーションみたいな。撮影の時の初回かよ。今回は1位でした。結局がおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。ぜひ4人初回に遊びに来てね。バイバーイ。またバイバーイ。やば、大丈夫。どうした、なんか見て見て、あのパンダめっちゃ可愛くない？わあ、いいな、パンダ家にいたら楽しいだろうな。やばい、出てこなくなった。ちょっと帰んなきゃ。じゃあね、バイバイ。ちょ、待って、待って、ちょっと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 行きましょう。どうしたの？相手は落としたよ、相手は落とし。今日はデートありがとう。こちらこそありがとう、俺本当に一番ダメなんだけど、みんな大丈夫これ。おい、この店代表が一番おかしいぞ。これやっちゃってるなって思ったんですよ。皆さん、ホスロジチャンネル登録してね。よろしくお願いします。